ほんまに言うてる？消えた。ウェイウェイ、おはようございます。おはよう。今日早いでしょ。なんで早いと思う？みんな今日ね、ニンテンドーライブあるやん。ニンテンドーライブあるからさ、ちょっと早めにやろうと思って。10時から確かあるでしょ。どうしようかな。ウェイ。このビル。ゲームセット。うん。最強キャラ決定戦でキャラが暴れたら何が起こるかな。ビオネッタみたいに。最強キャラ決定戦。何それ。あ、今日の任天堂ライブのこと？あ、そんな大会名だっけ？ウェイ！最強ファイター決定戦って名前だった。あ、そうなんだ。みんなが思う最強キャラは誰？私さんが思う最強キャラはカセヤですか？何度でも導いて。配信内ではカズヤと答えたいが、誰だろうな最強キャラ。僕 S ランクの中でめちゃくちゃ評価高いのスティーブとロイかな。まあスティーブはちょっと結果を見てって感じはするけど、そうスティーブの強みって多分まだ伸びしろがあるところなんだよな。他のキャラと比べると多分伸びしろあるはずだからな。他のキャラよりあるはず。我慢できない人やった。ガノンはまあ最強だよな。最強キャラであり最強キャラではない。正宗がおならの何分前は最強キャラワリオ一択でした。僕ねクラウドで結構楽してたからね。まあ別になんかそこまでな高くないんだよなワリオの評価。まあ間違いなく強かったけど結構楽できてたからな。クラウド使いはだいぶ楽してたと思う。パルテナの方が嫌だった。何が嫌だったかな。一番最初の環境でしょ。ジョーカーは嫌だったかな。あの下ガンが斜めにも判定で出てた時期、あれマジで復帰弱者いじめだったからさ。そう初期のさジョーカーの下ガンマジで復帰弱者終わっとったから。今でも結構さ復帰したがんで死ぬことあるけどさ、前よりそれよりひどかったからな。 0% で死ぬことなんてザラにあったもん。え、ま、あーお上手。クラウドってどうやって復帰してたんですか？クラウドはこうやってお願いしますお願いしますって やるんです。そうすれば戻れます。お祈り。
祈りを捧げるしかない。その子のクラウト、上妻が飛ばない。上妻と DA が飛ばないかな。ルキナはバラムさんが強すぎて少し評価持ってるイメージなんですけど、実際どうなんです、どうですかね。まあでもそれがそのキャラの最大値ってことだと思うから、それは強いって評価するべきじゃない、ルキナが。バナムさんちょっと抜けて強いのはあるけど、あれカズヤの極み、あーってやつ。セヒロスならいける。実際クラウドとセヒロスどっちがいいんだろうなーとも最近思いますけどね。今は結構クラウド当てることが多いけど、セヒロスの方がいいってことあんのかな。クラウドの方が失敗が許されやすいんだよな。セヒロスワンミス許されないからさ、ミスった時のリスクが高いというか、なんかミスりやすいイメージがある、やってて。まあ、どっちも間違いなく有利だとは思うけど。地獄門で少ししんどいと感じるけど、まあ、地獄門は別に端にいるカズヤと関わらなければとは思うけど。セイロスでひたすら崖にこもる。崖にこもるのもね、結局フリー状況続いてるだけだからな。どっかで上がらないといけないし、まあ、崖強いのは間違いないけど、ずっと崖こもんのもねとは思う。あれみんな、僕はどうやら地獄に迷い込んでしまったらしい。